2つ目こちらです。じゃーん、こちらでございます。論文より映像がいいんじゃないかと思った。はい、ということで、ちょっとじゃあ黒田さんのそもそも話を教えてください。先ほどもちらりとお話ししたんですが、はい、どうも私理屈っぽい自他ともに認め、自分でおっしゃってます。私言ったじゃないです、自分でおっしゃって、自分で言っておきましたけどもね、はい、やはりこう感覚的なものであったり感情を強く揺さぶるというものよりも、でもこう論理があって、その論理の面白さみたいなものにどうも興味がある、ということで、実は私その映像を志してたわけではないんですね。大学も本来そのできれば、学術職といいますか研究職に就きたかったなという、そういうような思いでですね、大学に行ったんですけど、教育大に行かれました、そのうちですね、既成のものをこう論文にしていくというのはまだわかるんですけども、ちょっと想像を超えたものをその仮説を立てて論文にしていくときに、待てよと、これは、論文よりも映像で見せた方が見たいし、面白いんじゃないかなっていうことで、B 級映画が好きだったので、こういった語弊になりますけれども、ろくでもない怪獣であるとか、巨大な何かであるとか、そういったもの、目が一つだったりとかね、脳みそ大きかったりとか、そういうのがあったりしますとですね、例えばその論文で、書くと、簡単に言いますと生物の進化の論文を書いたりしますわね、仮説を立てて、例えばですが、この生物がもしこのまま脳みそを持ってきちんとした人間みたいな生物だったらどうなるんだろうなんていうのをその検証していくとします、映像の方が面白いと思うんですよね。そうね、私もそう思います。文章で書いてあるよりも なんかそういうところで映像いいなっていうのがきっかけでございますからね。そうなんです。でだから、論文より映像がいいんじゃないかなと思ったところから、だから大学在学の頃からも映像を作り始めてるんですよね。ちらりとですけども、主にでもその頃は脚本が多かったんです。お世話になっていた方にそのアドバイスいただいたりというような形で、ずっとその脚本を何本か書かせていただいてたという。なるほど、はい、さっきB 級映画が好きって言ってたじゃないですか、なんかすごく好きな思い出の一本とかありますか？そうですね、これ大抵言うと惹かれるんですけども何？どうしても見たくて、どうしても見たくて、ビデオを個人輸入したという映画がありまして、それが火星から来た掃除機が人間の女性に子供を産ませようとするっていう話が、またすごいなそれ。全然面白くないんですよ。全然面白くないんですけど、どうしても見たくて見ましたね。結局その女の人の家に訪ねてくるんですよ、突然、掃除機が。あとは家の中で逃げ回るだけなんですけど、そうなんですか、これいいなっていうですね、頭の中見てみたい黒田さんいやそんな映画いっぱい見てたの？そういうね、ろくでもない映画はすごく好きですね。怪獣映画見てよく泣いてたって聞きましたよ。小耳に挟んだ情報です。やっぱりね、その怪獣がやられると大抵泣くっていう特にご存知の方はね、ご存知かと思うんですけど、売れる前のスティーブ・マックイーンが出てた、スティーブ・マックイーン最大の危機映画がありまして、これは宇宙から隕石で落ちてきたこんな大きな、ゼリーみたいなアメーバがですね、いろんな人を溶かして食べちゃう映画なんですけど、それが寒さに弱いと凍っちゃうんだってことで、最後にスケート場で凍らせて南極に送るんですけど、南極にそれが落とされて、よかったねっていうその最後のエンディングでギャンギャン泣きました。そのアメーバがかわいそう、アメーバがかわいそう、なんで殺すんだと。昔からそういうそのちょっとね異端だったりとか異質だったりするものに対して思い入れが強いのかもしれませんね。そっち側に感情移入するんですね。そうですね、人間死ぬのもちょっとかわいそうだけども、最後寄ってたかって
やっつけじゃないですか、うん、最後ね、アメーバだって食べないと生きていけないから食べてただけなのにみたいな。そうですね、君らだって牛食うでしょって話です。いや本当だ、そういうことです。牛に映画を作らせてごらん。そうですよ、そうですよ、逆転するわけですから。そういうことですよね。そういうことです、なんかそんなねお話です。そんなあの映画が好きだったオイラはその後大学時代にその論文より映像がいいかなと思っていろいろ脚本を書くところから、はい、今映像の制作団体に今、はい、作ってますということで、黒田さんでございますが、はい、じゃあちょっとこれからというところも含めて3つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、3つ目こちらです、じゃーん、はい。